TRE ホールディングスは21年上場今後の業績は <music> こんばんはふ利でふえるです今回のテーマは TRE ホールディングスの株価予想ですぜひ最後まで見てください目次です 1. 企業分析 2. 決算分析 3. 株価予想この順で動画を進めていきます まずは DR ホールディングスの企業分析から DRE ホールディングスは産廃物処理や金属リサイクルなどを手掛ける企業です廃棄物処理再資源化事業を中核とする武衛と資源リサイクル事業を主力とするリバーホールディングスが共同持ち株会社として設立したのが2021年 それまで東証に上場していた両社は上場廃止となり事業会社として参加で継続しています産業廃棄物処理業界の市場規模は約5.3兆円さらに廃棄物処理リサイクル業全体として一般廃棄物処理業や再生資源卸売業素材計産業における再生資源利用などまでを含めると 12兆円を超える規模という推計もされています。これはコンビニエンスストアの11兆円、スーパーマーケット業界の13兆円と同規模。ただ、圧倒的に中小企業が多くを占めており、99%以上が従業員100名未満の小規模の企業であるのが実情です。大手と言われる企業でも、 売上高は 1, 億円弱ただ事業内容が若干異なることもあり営業利益率は個社によって大きく変わりますこちらは TRE ホールディングスの23年3月期の業績を表したグラフです TRE ホールディングスは3月決算企業で昨年度の決算が出たばかり これを見ると売上げの半分は資源リサイクルですが利益面で貢献しているのは産業廃棄物処理と再資源化の事業ということが分かりますそれぞれの事業がどのようなことを行っているのか確認してみましょうまずは売上げの半分を占める資源リサイクル事業から建物解体建設現場や 製造工場から発生する鉄筋や鉄骨、使用済みとなった自動車などを仕入れ、洗断、圧縮、破砕処理を行っているのがこの資源リサイクル事業。エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった廃家電や小型家電、ホームセンター、コンビニなどから使用済みの容器を受け入れ、主解体、破砕、 選別処理なども行っています廃棄物処理再資源化事業では建設現場や工事などから排出される産業廃棄物を収集運搬しリサイクル工場において破砕、選別、異物除去、圧縮などを行っています特に中間処理工程を通じた土木資材、石膏ボードなどへの製品化、紙くず、 廃プラスチックなどを利用した固形燃料や粉塵を利用した製鉄副資材の製造への取り組みを強化しています。また、廃液、スクラップ、焼却灰等の中間処理、再資源化を行い、リサイクルができない残差物などの最終埋め立て処分も行っています。埋め立てが完了した最終処分場の跡地は、 太陽光発電施設やバークゴルフ場とししてて有効活用していますリバーホールディングスとタケエイは事業会社として存続しておりそれぞれ得意分野での事業を継続タケエイは廃棄物処理再資源化事業として建設現場で排出される建設廃棄物の再資源化を営みリバーは関東圏中心 金属リサイクル事業を中心に、金属系有価物、廃家電、使用済みの自動車、自販機、廃プラスチック、産業廃棄物まで扱うリサイクル処理を行っています。ざっくりとしたイメージ感ではありますが、リバーが売り上げ面で貢献、他経営が利益面で貢献という感じです。経営統合により、排出物、廃棄物の リサイクル中間処理廃棄物バイオマス発電最終処分等の設計構築運営までの一貫サービスを全国規模で提供するようになりました需要拡大が続くリサイクル事業や再生エネルギー事業の強化などにつなげる狙いで共同持ち株会社として設立された TRE ホールディングス 新会社の社長には、竹鋭の安倍社長、会長には、リバーの松岡社長が就任。竹鋭の21年3月期の売上高は420億円。リバーの20年6月期の売上高は283億円でしたので、統合後の2022年の売上高を682億円と見ると、そこまで相乗効果は出ていないように感じます。 統合後の22年3月期の売上高は前年比3割増の900億円を超えたもののこれは急激な鉄スクラップ価格の上昇など外的要因によるところが大きく2社はそれぞれの事業で住み分けがきっちりなされている感は否めません21年10月に上場して以来3年間の中期経営計画として 24年までの売上、営業利益、営業利益率、純利益などの数字目標を公表してきましたですが、金属リサイクル市場が活況だった2022年に数字を情報修正鉄スクラップ価格が落ち着いた23年にはその数字を再度修正するなど重機計画の数字もコロコロ変わっています 指標に合わせて臨機応変という見方もできますが、見方を変えればそれだけ業績が指標に影響されやすく、会社計画も合ってないようなものという見方もできます。では続いて、DRE ホールディングスの決算分析に移ります。現時点での DRE ホールディングス、配当利回りは 配当利回りとは、現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、日本株平均2.3%以上を高配当株と判断した場合、TRE ホールディングスの配当利回りは現在3.4%。配当成功は30%以上を目標と掲げており、配当は中間期末の年2回。 23年の配当は年間40円。24年も40円の予定です。続いて PER 株価収益率です。株価が一株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断。TRE ホールディングスは11.2倍と割安の水準です。 過去の DRE ホールディングスの PER の水準を見ると17%台ということが多かったのでそれと比べても現在は割安と言えそうですこちらは大手3社と比べた時の PER の水準です大英環境、大石、ミダックの3社はそれぞれ PER が22.1倍、21.9倍 26.7倍と高い水準になっていることがわかります大手3社は営業利益率が 24%21%35% と DRE ホールディングスに比べても高く期待値が高いことがわかります続いて PBR 株価純資産倍率です株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です コロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場が乗れん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断。TRE ホールディングスは0.91倍。続いて売上成長率。直近5年間で年何売上が伸びているか。4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。 21年10月に上場した DRE ホールディングスはこちらの数字がまだ算出されません続いて営業利益率直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何だったか7.2%以上であれば日本株の平均以上と判断します DRE ホールディングスの営業利益率は8.3% 次に営業利益の成長率です。直近5年間で年何営業利益が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断しますこちらも21年10月に上昇したばかりでまだ算出がなされません続いて生産性です従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか 300万円以上であれば、日本株の平均以上と判断します。DRE ホールディングスは357万円です。最後に ROE、自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です。10.6%以上を日本株の平均以上と判断。 DRE Holdings は8.12%ちなみに中期経営計画での ROE 目標値は8%なので平均には届かないもののこちらの数字ではすでに達成済みです続いて DRE Holdings のチャート分析に移ります直近半年間の株価は下落傾向 6月に入り、年初来安値の1026円をつけた後は反発し、短期的には上昇しています。ただ、まだ200日移動平均線からの乖り率は20%と、長期的なトレンドからは2割ほど下の水準です。では、長期はというと、上昇してからまだ1年半ほどなので、長期的なチャートはないものの、 鉄スクラップ価格が高く、業績への寄与も大きかった2022年4月に、上場来高値2378円をつけて以降は、下落の流れが続いています。ここまでを一旦まとめると、DRE ホールディングスは、直近の株価は下落傾向。6月に年初来安値をつけた後、短期的には反発しています。 21年10月以降の株価を見ると、鉄スクラップ価格が高止まりしていた22年4月に、上場来高値2378円をつけて以降は、下落が続いています。リバーと武井、それぞれが得意分野で事業を行ってはいるものの、両者による相乗効果はまだ薄いと考えます。利益面は、鉄スクラップ価格など外的要因に左右されやすく、 市教影響が大きい企業です。ということで、DRE ホールディングスの株価予想です。増えるの個人的な株価予想は、1164円から1300円まで上がると予想します。最後にお知らせです。DRE ホールディングスが取り扱っているリサイクル事業は、自動車業界の拡大とともに大きくなります。 自動車業界では今後 EV 市場が大きく成長すると言われています。その EV 市場に関連する有益なレポートが無料で読めますので、ぜひ概要欄から手に取ってみてください。無料ですので、お気軽にどうぞ。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。ゴー